江戸三国志。吉川英治。無名心。それからほどなく、与達と見える二丁のガが,が、つくば屋を、後においを急いで、江戸側の土手へ差し掛かってくる。あ、ガヤさん。後ろの一丁でこう言うと、ガの内から、奥目の白い顔が外を覗いて。すまないが、ちょっとここで降ろしておくれ。何か、忘れ物でございますか。少し、思い出したようがあってね。私は、すぐにまた戻ってくるから。 お筋向こうに居酒屋があるらしい、あそこでしばらく休んでいて遅れでないか。へえここで、お待ちいたしているんですか。病人は、蚊の中へ残しておいてもいいけれど、寒くないようにしてあるだろうね。蚊布団を厚く入れて、こうしてございますが。一人がタレをあげて中を見せますと、奥目はに、とうなずきました。木の了解のたちに、衰えた肩を持たせかけ、膝を、友禅の小布団にくるんで、 佐賀金吾は何と,という奇病合病かと金吾のじれる病の謎を解くものは、奥く以外にはないでしょう。つくば屋に滞留中も、付近の医者に見てもらいましたが、所詮、病のなすらもわからない。さっきも、がに乗るまでは、人でも借らずに乗った病人ですが、もうここまで来る間に、いつものような昏睡に落ちて、嫁とも冷める風はなく、了解の刀を抱いてふむいたまま、己のがの行く先も知らぬ無名の旅の酔い風に吹かれています。 ああ、罪が深い。その姿を見ると、奥目も空恐ろしいほど、事故の悪行に、おののかぬのではありません。しかし、どうしても、金吾を、自分の所有に仕切ってしまわないうちはと、じゃがヤさん、少しだけれど、紙入れの中から、二種金を一枚つまみ出して、待っている間に、いっぱいをやり、ありがとう存じます。ああ、これでも、いくらかよつゆを防ぐ足しになるかもしれない。着ていた羽織を脱いで、ふわりと裏返しに、 金吾のがの屋根へかぶせてやると、奥目は小走りに江戸川の土手を元の道へ戻ってゆく。どこへと思うと、その姿は目白の台へ急いで、うずらが丘の二本松夏ならば、明賀畑、秋ならば、虫やうずらの音も聞かれそうな、畑と草原の間に行きつ戻りつしている。こっちが先を越しているはずだが、どうしやがったんだろう、あの二人は。人間違うにつぶやいた奥目は、二本松の根肩にある石神堂の前に。 ののように赤い線火を見ました。かけるかけるかけるそれより少し前のこと筑波屋の裏口へ主人を呼んで実っを示した上、客らしく装って2階へ上がっていったのは釘間ですずっと裏2階の廊下を見ていくと手先の電気地が張っておいた例の目印の札がいつの部屋に張ってあるそのどっちにも明かりの影がさしていないので釘間は閉まったと早くも手遅れを感づきました 偶然、ここに、奥目と道中市の異兵とが、一つやどやに落ち合っていたため、一方へかかれば、一方を逃がす恐れを生じ、あれから、一旦引っ返して、手配のため、番屋周りに時刻を費やしたのが、今となれば、とんだりょううさぎを逃がした原因というもの。だが、遠くへは行くまい。と、一つの部屋を開けてみると、遺構にかけてある女着の断然、それには、まだ、ほのかに、奥目の肌の匂いがある。火鉢の残り火を見つめながら、 釘管は、この部屋の空虚に立って、不思議な疑惑にくるまされました。病態にしろ、相良金吾が、どうして、おくめとともに、こう早く姿を隠したり、あの洋服の自由になって逃げ回ったりするのかうーむ、ほぐせない。と息のごとくつぶやきましたが、今は、そんなことを考えている場合でもないので、さっと、その部屋を抜けて出ると、何やら、足の先に、コロコロと転がったものがある。手で探ってみると、冷ややかで、透明で、小さくて、 見慣れない形をした紫色の器です紫色のビードロです。その当時にあっては長崎のものか乱方位でもなければ見知らない小さな薬の瓶。それが拾われて釘管の手のひらに気味の悪い色と冷たさを感じさせています。単調の奥目が装甲として去った後の部屋にこの不思議な品はそも何の謎でありましょうか。とにかくゆゆしいものを手に入れたようにそれを懐にねじ込むと釘管は。 表の帳場へ降りてきて、主人や番頭へ、忙しいところを、お邪魔しました。どういたしまして、何かあの、何、別に、本来は、二組の客の行き先を、詳しく問いただすべきところでしょうが、お目めにしろ、異兵にしろ、正直に、行く先を帳場に行って立つはずはなく、聞くだけ、やぼと見かぎりをつけて、裏口から飛び出すと、そこに、親方、と、待ち構えていたのは、出先の伝吉。 一足違いで、逃げられた様子ですぜ、と、そばへ来て手遅れを口をしがる。うむ、惜しいことだったが、仕方がねえ。それよりも万太郎様はさっきも、親方が意見していたようですが、どうして、なかなか、根岸へ帰るけぶりはなく、今仕方まで、ご国寺の前にいましたが、そのうち、馬春堂と伊兵衛がつくば屋を出て行ったので、それを尾行って行きました。冗談じゃねえ、御三家の若殿が。 すれの仲間に混じって、お課金っき風情の真似を一緒になってやられちゃ困るじゃねえか。だって、万太郎様は、面白いと言って聞かねえんですからね。何が面白いことがあるものか。当分、くぎかの部屋のものになろうかって、言っていましたぜ。バカを嫌がれ。ご感動にこそなっているが、終わり様の七ん。もしやけがでもあったときな、こっちが飛んだことになら、は、困った人だな。で、どっちへ受けて行った 目白台へ上がっていったかと思いますが、何しろ、私は、奥目の方へ、七、八人を追いかけさせてあるんで、ここを動くことができねえんです。じゃ、何しろ、馬春堂と伊兵から、先に型をつけるとしよう。奥目の方は、ガヤを洗ってみたら、ほぼ見当がつくだろうから、そう急ぐにも当たるまい。こう言い残すと、釘間官は、もしやと、万太郎の未開地図に案じられて、子たちに、暗い坂道を、あいぎあいぎ、 目白の台へ駆け上っていくどこかに月が出たようです。月のありかはわからない。ただ、名刀の波紋のうようなおぼろよの雲が空一面にわだかまっていて、その雲の明るみから見ても、どこかに月のあるような空ですが、月のありかはわからない晩です。夜、霞のあるせいか、江戸川の窪の向こうに、いつもは近く見える野来の天文矢倉の日が、今夜は、海のあなたほど遠く見える。なあ、馬春ハルドウーム 病気も、だいぶ楽になったなあ、今夜あたりが、おぼろよっていうやつだぜ。そうさ、徘徊にもあったっけ徘徊ってななんだいそう聞かれちゃ、ちと困る。おめえもやるのかい。多少は心得がある。悪党のくせにしやがって、徘徊なんて作る方はあるめえ。悪党だって、絵の上手なのもいるし、家で盆栽をいじっているやつもある。現に、木鼠の三月見なんかは、巾着切りは下手だが、 天丸へ入ると、時々、句を作って出てくるそうだ。両身の良くないやつだ。俺なんざ、おぼろよとなれば、一人でに考え方が違ってくる。どう違うのかなやたらに、仕事がしよい番だと思って、気がとげてきて仕方がない。どうも、馬春道、おめえは、少し、悪党にしちゃ半端でいけねえ。もう少し苦渋が抜けてきそうなもんだ。ぶらぶらと歩いてくるつの人影。やがて、 日本松の石上堂で足を止めると、伊兵は、肩の振り分けを下ろして、うむ、仮面箱を隠しておくにゃ、ここは、おあつらえらい雷にできている。と古びた切れ講子を見回しています。さ、どこへ隠そうか。石上堂のぬれいに腰をかけて、伊兵が、振り分けの中から、解き出したのは言うまでもなく、夜行の担当の来歴をつぶさにした、バテレン口書きの一条と、ほらしろの仮面とを秘めた、あの箱です。そうさな。 と動画改めてこの祠を見るに木組み、ひし、手斧の跡などどことなく遠い時代の匂いがあって建物としては甚だ粗末ですが屋根に覆いかぶさっている二本松とともに年降ることは想像も及びませんギーと切れ格子を開けてみると蜘蛛の巣の中に石の祭神の半身が見えるその石神がまた変わっています毘沙門とも見えれば屋大人の像とも見えるしまたただの甲冑をつけた武人とも見える 土着の人は何事の願掛けも叶うとか言っておかしいことには線香をあげるかと思うと生魚をあげたりしてその信仰に神と仏の区別を持っていないようですもっとも本体の石神様自身が神か仏方だの人間か古食創膳として名もなく訳も分からぬお像を持っているのでありますから祭祀の方法もまたこれでいいのかもしれませんどうだろう弥平馬春堂は切れ講子の中へ首を突っ込んで ここにさ銭箱みたいなものがこいつを動かしてその床下へ隠し込んでおいたら誰も気がつくものはありはしまいだが動くかそいつが恐ろしく頑丈だが二人がかりならどうにかなりそうだしかし考えてみるとこんなところに隠しておくのも不安心だと言ってその振り分け入れて担いで回っていると万太郎だの金吾だの悪くすりゃ釘ぎかんなんてやつにいつどこでで食わすか分かったものじゃない まあここらへ隠しておけば無難なものだよ。何しろ、自分に大事よりは、人手に渡したくない性質のものなので、伊兵もしばらくは迷いましたが、大事なだけに、これを持って歩いていることが、どれほど、苦労だったかわからないことを思うと、じゃ、人のこねえうちに。と、腹を決めて、馬マハル手を貸すぜ。うむ、押してくれ。二人がかりで再い銭箱をずらしました。ハルは、すぐ、その下の床板を探って、 おや、なんだおあつらえらいだぜ、面倒なく、床板がくりぬいてある。そうか、邪魔ってくれ、湿気を食わねえように、今、すっかり、あいつを灯油紙でくるむから。伊兵が、手早く入念に、仮面箱を包んで肩越しに渡すと、馬春堂は、それを受け取って、床板の撃血へと、ずうと手を差し込みました。そして、床下の上へ置くつもりで、そっと手から離しましたが、途端にあっ。 伊兵も馬春堂も、色をしつなって飛び上がりました。そこは、わずか2尺か、3尺と思いのほか、手を離れていったほらしろの仮面箱は、数畳も、深さのある地点へ行って、やっと、ストンという遠い音を返してきたのです。た、大変だこいつは。とんでもねえことをしちゃったじゃねえか。どうして、そんなところへ。まさか、再戦銭箱の下が、こんなからくりになっていようとは思わない。え、困った。 なんとかして引き上げる工夫はねえかしら。ろうそくをつけよう、ろうそくを。おろうそくなら、ここにいくらもある。早く火がまをすってくれ。焦燥と泣きたいような気持ちとが、カチカチ、カチカチ、と火花と散って、やがて、はたふたとつけた一本の火を、手につかんだだけのろうそくへ移して、それをかざしながら、怪異な石神の足元をのぞき込む。民横島ご本体のわからぬ無名の石神様は、身に甲冑をつけてに誇らしいものを持ち。 数百年の塵を浴びて、顔形恐ろしげに、足元で、浅ましい老媒様をしている二人の人間どもを、ひや、見ておわすように思われました。うーむ、こりゃ深い。まるで井戸のようだ。馬春堂は、伊兵のかざするおそくの流れを、背中へぽたぽた浴びながら、石上堂の床穴へ、体をのめり込ませていましたが、やがてついに、とてもだめだ。と、絶望の声を放つ。ま、待ちねえ。 凶悪な異兵の声も震えています。深いからといってこのまま平らめるわけにはいかねえ。うむこうしてみりゃおよそそこの見当がつくだろう。手に掴んでいるろうそくを火のついたまま一本一本床下の穴へ投げ落としてみますとそれは美しい一畳の光を引いて直線に深淵な地底へ吸われてゆきましたがある程度まで下がってゆくとふっふっと魔物の息にかけられたように消えて異兵の基地も何らの効果を見せません。 下打ちをしたものの、最後の一本まで投げてしまえば上も暗闇になってしまうのでそれは再戦銭箱の上へローを溶かして丁寧に立てかけながら「馬春堂」「帯を解きねえ」「帯を」な何をするんだ俺の三尺やなんかもつなぎ合わせてこの穴の底へ降りてみるからよしな危ないゲートはアブも蜂もあるものか大事なホラシロの仮面箱そりゃまあいいとしてもあの夜行の担当のことが書いてある書物を こんなところへ落としちまっちゃあしようがねえ。いかにもそれは残念だが、まあもう少し考えてみるさ、と、異変が三着を解きかけるのを押し止めて。俺は、かえって、こうなった方が、石神様のご利益だと思う。そう考える方が本当だ。バカにするねえ。噛みつくように怒鳴った異変、この意外な失策に、じりじりしているので、喧嘩面です。何がご利益だ、バカ野郎め。そう神々怒るなよ。あのバテレン口書きは、 なるほど夜行の担当の来歴をつぶさに書いてある大事なものには違いないしかしいわばあれはそれだけを知る短所に過ぎないもので夜行の担当の在りかが書いてあるわけでもなければ秘密の扉を開ける鍵にもならないなるほどそれは馬春堂の言うとおりです先にはこの男を半端な悪玉と霊障化したい兵も冷静な死魚になるとやはりいくつでも年の上な馬春堂に一中を主さないわけにまいりますまい いいかな。ところで、あれに書いてあることは、俺もお前も、もう飲み込んでしまっていること。今では、用のない読みからしだ。ただ、そいつが人手に渡ると、またぞろ、夜行の担当、夜行の担当と猫も借子も騒ぎ出すやつが増えて、こっちの戦技に具合が悪い。ただそれだけの心配じゃないか。う、まあそういや、そんなもんだが。とすれば、めったに人目にかかる気遣いのない。この御堂の縁の下おまけに、石神様の足でと運ん巻いていてもらえば、 他人が探り出してゆく憂いはなし、いよいよ自分たちに必要な時には、また、檻を見て取り出すし、どっちにしても願ったり叶ったりだと思うんだが、ちげえねえ、なるほど、ものは取りようだと、伊兵もさらりと考え直して、ちゃ、平らめてじゃねえ、この石紙に預けたとして、引き上げようか。と、何の気もなく、腰を伸ばした途端です。伊兵、がんと、耳の鼓膜を突き破るような声。 と言ったが、もう遅い。明日カと言いましょうか、疾風神来、銅の両側から戻り上がってくみついてきた二人のもの。同時に、馬春堂もまた、さ銭箱に立ててあったろうそくへ手をついて、コロコロととつんのめるなり、前へもんのり打ったらしく。わ<っ>、と、ただならぬ声を上げましたが、ナムさんです。そこは、今、ろうそくの火で深さを測った底知れずの穴どたといった物音を、この世の名残に、ああ、馬春堂先生。 変な日の予感が、とうとう本物となって、真士逆さまに落ち込んでしまったようです。突然と、床下に影を失った、馬春堂の片袖を手に残して。や、これは味縁として、そこを見たのは徳川万太郎でした。さあ,あれ、一方では釘官が、異兵の後ろから組みついて、万引きのような両腕を絞り上げている刹那なので。おお我に帰って助立ちに向かうと、どっちが足を踏み外してか。 絡みあったまま、釘ぎかんと異兵、御堂のぬれ縁から、勢いよく転げ落ちる。落ちた弾みこそ、異兵にとって、一すべからざる好機でした。ち、このおかっきんめ。んぼ返りを打ちながら、横ざまに抜いて、殴り払った道中差し。異兵、剣道の名人にあらずといえども、死に身の力から発した、自然の居合、離れの下切りし先、技に法はなしとて、なかなか侮れたものではない。ぴしー、真っ青な火が削られる。 彼の道中差しがヘラのごとくなったのは、釘管のじっての鍵にねじられたか、あるいは叩きかわされたものでしょう。あっと、横に泳いで草の方を切ったところを、おのれ、と、寄ってきた万太郎。抜き打ちに、背割りを狙って浴びせかけようとしましたが、それは届かず、伊兵は、もう一度つんのめりながら、足へ飛んできた鳥城を切り捨てますと、例の、素晴らしい飛躍力、あの、恐ろしく弾力のある五体を急にはね出して、死野の,のがさやぶえ、 飛び込むやいな、バ世代下る段々畑を、一目散に駆け出しました。さイズ曇らず、夜は、今も、なお、酔いの通りなおぼろです。一面、水銀をなす、多様な果てへ向かって、畑の土をかっ飛ばしながら、無に無酸に逃げていく道中止の異兵の姿。やがてまた、それを追っかけていく目赤字の釘管と、徳川万太郎の影が見ているうちに、遠くなり、小さくなり、薄くなって、果ては、その夜霞の底に。 江戸川の流れと、関口の神家の火が、ちら、ちらと見えるほか、何者も,もなく、何らの音もない、真に錆びとしたおぼろおぼろの夜と返しました。のとなれさんとなれ。後の石神堂は開け、話。いかに、何でもこれはひどい。まるで、再戦銭泥棒が荒らしていった後のようです。例あらば、石神様のご機嫌とても、やすやすこのままでは収まりますまい。だが、しかし、明日にでもなれば、例のごとく、この無名心を、 神か二日のけじめもなく、ただ恐れあがめている土着の人たちが発見してあらもったいないやと戸締まりを直し再い銭箱の位置も正すでありましょうところがそれにも及ばないようですそれから半時とも経たないうち切れ格子はちゃんと閉まって元の通りここに何の異常も認められなくなっているどうしてといえばそれも石神様だけが知っていたこといや陣痛力のない釘間官でも万太郎でもが もう少し後に残って様子を伺っていたら、必ず、同じ怪しいものを見たに決まっている。足音が遠のいたかと思うとすぐその後です。ふと気がつくと、いつの間にか、威厳恐ろしき石神の首が変わっている。竜兵庫にきらめく銀のかんざしが一本、うりじゃね顔の全体は、夕顔の花より白く円が取れて、そっと、石神の後ろから立つと、その肩越しに、前の暗い穴を覗いたのが、まるで、石体の無名神そのものの首が変わったかと見えたであります。 バカだね。ョ長の奥目は一人で笑っていました逃げ水の果てへその翌朝夜が明けると同時のことです工作に出る毎朝の通りがけに決まって石上堂の周りを掃除する土地の百姓がおや落とし物がある堂の前に泥だらけとなっていた振り分けとすげ傘を見つけ出し不審そうに見回すと群れーにはろうそくの跡だの辺りにはろうじきな足込んだのが何か異常のあったことを まままざまざとそこに描いていてした大変だ。恐る恐る切れ格子を覗いた途端に、吹っ飛ぶようにはせけて行った男の声が、やがて、後方の畑から、土着のタれカレを寄せ集めてきて、石神様を荒らしたやつがあるぞ。不定やつだ、そいつはどうした。そいつはいないが、ここに、これ、溶けている振り分けと傘が落ちている。旅のものだろう。土着のものが、なんで、そんな罰当たりな真似をするもんじゃない。 旅のものに違いない。ロギンに困って、またおさ銭でも狙ったのじゃろう。若者めが、そしたらまた、手を突っ込んだはずみに、銭ビンの穴へ落ちっこちているかもしれんぜ。何しろ早く、高麗村のご本家へ、このことを知らせておかねばなるまい。誰か足の速い若い者、大急ぎで、高麗村飛脚に行ってこないか。それから、選ばれた足立社の男が、どこかへ急いで立ちましたが、ご府内は、もとより、この江戸川付近に、 高麗村という地名は、大抵人に聞こえておりません。どこまで行ったのか、使いはなかなか帰らないで、それを、また、他の者も画展のように、石神様には、発見した最初の男一人が悠長に待ち構えて、以外の者は、平日通り、皆のらへ戻って、青々としたシャク麦のくわを持っているのであります。それらの人がご飯に集う頃には、優に半日は暮れていますが、まだ使いは帰ってこない。それも、特に選ばれた足立社が言ったのですから。 一体、高麗村の御本家とかまでは何里あるのか江戸西方の金剛を指折ってみても、板橋、落合両部、中野港一円、すっと離れて玉川の武蔵境にしたところで、明日、者というほどなら、もう七国ごろには帰ってきてもいいはずです。すると、ようよう、日本松の小杖が夕焼けに染められてきた頃、知らせに行った男を先に、チャリン、チャリン、チャリン、馬の手綱の音をさせつつ、野馬鎌に軽装をした武士が駆けつけてきたかと思いますと。 おうご苦労。と言いながら、ぽんと馬上から飛び降りました。これでも、かなり急いできたものと見えて、使いの者は胸毛の汗を拭き、馬は草に貸して、手綱を離されると、すぐそこらを嗅ぎ回り、青い泡を噛んでいる。その黒駒のあぶみや、手綱があまりきらびやかでないごとく、駆けつけてきた侍の風采も、すこぶる立派ではありません。藩の小田騎とも覚えず、浪人という肌合いではなし、にしろ粗末な手織り木面の衣服で、 しかも、袖の形も、一般の武家とは違い、袴の下はキャハンわらじで、腰の大小を斧のと差し替えれば、確かに木こりと間違えます。お、oh, おこれだな、足根は。うむ、やはり、例の再戦嵐荒らしをするフラチシャに相違なかろう。武士は、そう言って、石神堂の中を改めた上、使いの者と、最初の発見者へ向かって、よく知らせてくれた。ところで、少しこの方より駆け遅れて参るが、後の始末をする者が、やがて、 二人ほどここへ来るから、お前たちは引き上げて、また呼びにやったら参ってくれ。と、強いてそこから追い返してしまう。そして、しばらくすると、彼と同色な真相をした侍が、徒歩のため馬よりは遅れて、息をせきながら姿を見せる。素性の知れない三人の武士は、そこで、タバコ休みといったふうに、急いで来たほどのこともなく、平気で何か話し合っていましたが、どれ、それでは、一つ、罠にかかったやつの息の出を改めようか。 3人一緒に、やおら腰を上げて、石神様の背中に当たる、銅の裏手へ回りました。銅の後ろの二重扉は、鎧組となっていて、ちょっと見ただけでは、そこが開くとは気がつきませんが、横木の架け橋を技巧的に回すと、微妙にグとなって、観音開きに開かってくる。お先へ。と、言うと、3人のうちの1人が、外壁を用意して、光を左右に振りながら、中へ足を入れましたが、見ている間に、その影が足元から消え込んで、 次に入った者も,も、最後の武士の姿も、座れたように地底へ隠れます。中を覗くという悲しの段です。素性不思議な3人の侍は、それを心得て降りてゆきましたが、やっと身を入れるに足るくらいな狭さ。けれど、数歩下ってゆくと、その空洞は、馬春堂の落ちた霊の銭瓶の穴と一つになって、なおも深い真っ暗な空虚が、1段置いて、すぐ目の前に望まれました。その下へ向かって、紳士逆さまに、 さっと投げられた岩皮の明かりを、三つの首が、多滅すが滅して、おい、生きているのか。と、突然、大きな声で呼びかけていく。声は、ガーンと穴室に響いて、不気味にいつまでも消えませんでしたが、それに済ます神経の下では、何の沙汰もない。はて一人が小首をかしげると、返事がないじゃないか。参ってしまったかないや、死ぬはずはない。 そこの土は柔らかいし、下には水も少したまっているから、一時気絶したにしろ、もう息を吸い返していなきゃならない。そういえば、今まで、各所の石神堂にある銭瓶の穴で死んだ者は一人もないな。そうとも、死んでしまわれたのじゃ、こちら様の御用に立たないことになる。どれ、怯えているのかもしれないから、五つ、地獄に仏のお救いとありがたがらせてやろう。小声にささやいていたのを、また怒鳴るような大声に変えて。これこれ。 下に落ちているたびのもの、息はないのか息は、おう、うなっている。し、と、手で制して、これ、どうした上からさす明かりを見上げて、ううむと下でうめいていたのは馬まはる堂。打ちどころのいい悪いなどは、とにかく、何しろ、夜の明ける前から、ふっと正気づいて、散々もがきつかれた挙句、わずかに、したたる蜜を吸って、上と恐怖に震えていました。それに、 肩と頭部がひどく傷んで、物のの重反力が乱れている。上に人影が見えるのですから、飛びつくように、助けを呼びそうなものですが、ぽかんと、しばらくは無言のまま、うむむ、と、ただ太い息でうめいていますから、おい、旅の者と、上の三人は、再度口を揃えて、上がりたくないのか、一本の序を振り動かし、目に見えている声が釣れないようにじれました。その垂れている序の先に、ひややリト顔をなでられたので、 ウマハル道は、はっと、失いかけていた生命の断髪をよみがえらせて。おた、た、助けてくれ。いきなり、むしゃくしゃに上へかじりついてきました。しかし、上の三人は、総員かかってきた魚をすぐに釣り上げようとはしないで。大気がついたか。焦らんでもよい、焦るな焦るな、もとより、こちらたちは、お前を救いに参ったのだから、もう心配することはないぞ。あ、ありがとうございます。 馬春堂の声は泣いていてるようです。もし、ここに、道中師の異兵がいたならば、また、悪党のくせに仕上がって、しっかり白い。とかなんとか、毒づいたかもしれませんが、こんな場合はかえって、叱咤してやるのが当人のためで、狂気させる甘い言葉はいよいよノ乱させるばかりでしょう。上では、そんな資料もない様子で、おい、ところでな、旅の者の、上がるついでだ。今、上から袋を放るから、 その底に溜まっている銭を、入るだけ詰めてくれ。なに、石神様の再い銭さ、もう、ここのは、3、4年あげたことがないから、かなり土にも埋まっているだろうが、手探りで、およそ詰めてくれればよい。そして、その次に、貴様を上へ上げて使わすぞ。いわれるまま、馬春堂は、穴の底で、手に触れたそれらしいものを土とともにかき集めて、上から垂れている城の先に結ぶ。この辺で、土着の人が、石神堂の床下を、 銭瓶の穴と呼ぶ名にたがわず、多年、底なしのさい銭箱から落ちて、うろのしずくのようにたまっていた金。くくりつけたか、しっかりと。はい。馬春堂は神妙です。いや、半ば夢中なのかもしれません。よし。と、上では3名、それに応じて、ぐいぐいとたぐり上げていったかと思うと、何やらまた、小声でささやきあった後に。これたびのもの、もう、しばらくそこで待っておれよ。 こう言うと、一人だけをそこに残して、あとの二人は、ずしりと思いその袋を下げて、前の観音開きから、銅の外へ飛び出しました。さらに機械なのは、それから石神銅の前へ、土着の者を呼び寄せて言い渡した、彼の行動と源氏であります。この再戦、何ほどあるかわからぬが、高麗村のご隠れ家様のおぼしめしである、そちらたちに、このまま私よくによって、一部は土地の貧者や病人へ、一部は関口の橋修繕に、 一部は石神様鎮護料としてよろしいように配分いたせ。なおまた、不心得なやつが、再い銭箱を破ろうとして、銭瓶の穴に異常のあった説は、すぐに高麗村まで給放いたしてくれるように。さすれば、今日の通り、神罰の使いとして、我々が即刻成敗に向かうであろうし、その時ごとに、溜まっておる神材は、みんな、この土地のものに配分して使わすゆえ、くれぐれ石神様をおろそかにせず、また、 高麗村ご隠れ家様のご恩は忘れてはなるまいぞ。いかにも厳然とした口調で言うと、失愚な百姓どもは、神祭配分の恩にひれ伏して、きった制約に違わぬことを口々に答えるのでした。もっとも、銭瓶の穴に人の落ちたときは、必ず、高麗村から、罰ツ氏が駆けつけてきて、その時ごとに、神祭を分けてくれることは、彼らが祖先からの例で、今に始まったことではありませんが、まず滅多にないことで、4、5年に一度あかなしです。それゆえ、 土族の者が、高麗村のご隠れ家様というものを恐れ敬うことは想像以上で、しかも、そのご隠れ家とやらは、武蔵の国に散在する幾多の石神の主催者であるといいますから、馬春堂の落ちた銭瓶の穴た娼婦のごとき風刺をした武士が、罰氏として野馬を飛ばしてくることも、決してここばかりの事件ではないと見えます。さて、厳かに、神祭配分の礼事を済まして、一同を退散させると、彼らは、また、前のところへ戻ってきて、馬春堂を、 ゼニビンの穴からすくい上げました。もう、その時刻には、日もとっぷりと暮れていて、夕べよりもぬくいそよ風に、星の色も鈍いおぼろよですが、ここに、わだかまる二本松の影だけは新聞です。穴の底にいた時は、ただ助かりたい一年であった馬原堂も、地上に足をつけるとともに、にわかに、風俗不思議な三名の侍が恐ろしくなって、霊もそこそこ立ち去ろうとすると、これ、どこへ参ると見とがめて。 馬のあぶみを据え直していた一人が声にトゲを持って、すでに命のないところを救われておきながら、一応、司祭者たるご隠れ家様にお礼も申さず立ち返るやつがあるか、たわけ者め、と叱りつけて、待ったとにらみつける。その眼光に縮み上がっていると、後ろから他の侍が馬春堂の背中をついて、ご隠れ家様のお屋敷へ案内して使わすゆえ、それへ乗れ、と駒の手綱を寄せましたが、それがまた。 いかにも気の荒そうなノウマです。と、とんでもないことで。ウマハル道は、一も二もなく尻込みして。乗れません。はい、馬になぞ。元来、乗ったことのない売木者でございますんで。どうぞ、そればかりはご容赦を。乗れないことは、ない。乗れと申すに乗らんか。でも、全く、馬術の覚えがございません。覚えがなくとも大事ない。乗れ。だ、だめです。こればかりは。まあいい。 教えて使わすから、そのくらい上手をかけてみろ。一難去ってまた一難。哀れに、馬の尻を見ている、馬春堂の泣きたそうな顔です。これくらいの馬に乗れないとは、世話の焼ける男だ。ええ、面倒くさい。そう言うと、願爵を起こした一人が、いきなり、馬春堂の襟髪を掴んで、取って投げるように肩へ引っかけたかと思うと。やっと、蔵の前壺へ放り上げて、自分も、それへひらりと飛び乗ると。 彼の体をしっかと膝へ抱き込みましたむ、苦しい。それや苦しいでしょう。無理はない。馬春堂は、夕べからの半死半生。亀泳ぎをしてもがきましたが、そのはずみに、彼の手を離れて、駒の足元へからりと落ちた一個の箱がありました。落ちたとたんに蓋が取れて、その中からコロコロと踊りでしたのは、騎士の仮面、口は耳まで裂け、まな尻を釣り、青熊の色もものすごく、大地へぴたりと座っている。 般若の仮面。馬春堂は驚かないが、驚いたのは、三人の武士、その凄げに撃たれて、思わず一歩足を引きながら。なんだこの箱は仮面箱だろう。ウーム、この般若はまた、恐ろしくよくできている。よくできているはずです。一台の仮面校デメホラ城の一作、終わり中将の秘蔵から世に迷い出た廃量仮面です。馬春堂は、花から救い出されるときに、ふと気がついて、 この品をついでに持って上がったのですが、こんなことになるならば、むしろ、あのまま千瓶の穴の底に、置き残してきた方がよかったものをと後悔しました。おい、貸してくれ。と、馬上の侍は手を出して、それを、はんゃか。はんゃも、その仮面箱も、手綱と荷物がある上に邪魔ではないか。じゃ、箱の方だけ、飛行たちに、持って行ってもらおうか。仮面は、顔へつけてまいる。 な。いや、夜だ。覆面代わりに。なるほど、それも春鏡か。とって渡すと、馬上の侍は、仮面を、ぴたりと顔へかぶって。ついてくるか。と、手綱を進めかけながら、後ろを見る。うむ、追っていくが、あまり飛ばすなよ。心得た。駒は、石神堂を後にして、椎名方面へ一山に走り出していく。遅れるものかという勢いで。 徒歩の二人もはせけていきます。が、少し、距離の開きができると、般若の顔が馬上から、こっちを向いて、追いついてくるのを待っている。そして、また飛ぶ。また駆け出す。ここらは、もう、無論江戸の守備機械ですし、本街道にも外れていますから、めったに会う人と手はありませんが、手っ食わした者は、あっと言って見送る前に、腰を抜かしていたかもしれない。天地は、穏やかな春夜のおぼろ、物の影は、皆真珠色にくるまれていますが、 その怪人の馬蹄が飛ぶところだけ、一陣の黒風が城を引いていくかと疑われて、キムヒトミアオ青眉の騎女の仮面は、それに吹かれて生きています。いつか、道はもう練馬の里。川越街道の追い分けを過ぎて、ソリンをくぐると、石磁の流れが、麦畑と草原とを縫って、あたかも、水銀の液を流したように望まれてくる。はじめは、馬のたてに突っ張っていた馬春堂の体も、また気を失ってしまったのか、ぐたっと柔らかになっています。 そして、巡り回る家や丘かやはやし、それらの土京風物が、すべて後ろに分かれ去ると、もう、さして、行く先は、病房として、海のような武蔵野の原池戸も草原、池戸も草原です。馬と人とは、そこを、期待期待と急ぎました。かの石神の主宰者、五角レカ様の屋敷とかがある高麗村とは、果たしてこんな方角なのか久米川の夜2時、や山の怪し日、おなかげの里の迷路、ソムヤの逃げ水など、荒野の産んだ幻影は、 この地の名物でありますが、ついに、その晩の馬と人も、逃げ道の消しいるように、はてなきの杖影を没してしまいました。怨霊の虫。よく開きました、キリシタン屋敷の吉野桜。転びば、テレンの今井二冠の住居の脇にも、変わり座、木が一本ある。寛永の何年かに、邪州門の女が切られて、根元へ血を注いだという中門前のしだれ桜は、まだつぼみが固い。陽気のせいでもありますまいが、お蝶は、この頃どうかしてやしないか。 少し、いつものお蝶とは調子が違う。あのデず昨日お蝶が、ここ半月ほどは、外出や買い物歩きもせず、あのお化粧着違い、着物着違いのようなおしゃれさんが、近頃は、針板を持ち出すやら、押し入れの隅に冬から丸め込んであった洗濯物を整理するやら、がらりと、日常の日課が変わって、紫のと金で、パンの夜を出歩くときのかの女とは、まるで別人のような娘らしさ打って変わった、会心ぶりが不思議であります。今日も 立板とりさとを前にして、昼過ぎからせっせと、縫い物に多念がありません。それも、自分の帯とか春木の小袖とかならば、とにかく、粗い針をしたみかんの合わせを仕立て直しているのですから、お蝶としては塩らしい。こういうところにも、かの女の鋭い細気というものが見れば見られまして、白い指にもたれている針が、緻密に早く、チクチクと運ばれて行きます。少しも、倦怠やおそしぶというものがない。 かの浅草の巷を歩く時の目指しや、日本左衛門の手を逃れた素早さや、獄門橋で脅迫された仲間に秘書を報いた時のすごい動作などというのも、深く見れば、1分1分吉吉と袖の縫い口を決めていく運針のうちに、おのずから現れていないこともありません。しかし、それは、もとより、かの女が誰にも覗かせぬ秘密な反面で、小べりに刺す蝶の影にも気を取られず、針仕事に他人のない姿を眺める目には、全く優しい、着立てのいい。 教えを座らせてみたようないい娘で。二カも幸せ者だ、あの企業で、転びば、テレンの娘という素性さえなければ、大した玉のこしに乗るんだろうになぁ。とおしがる世評に間違いはないのであります。それだけに、二カがお長を愛していることも、また想像外です。お蝶は、この山屋敷の囲いの外の憧れに生きていますが、二カは、束縛された境遇を窮屈とも思わず、お蝶によって生きている。ジボと玄婦の両性愛を身一つに持って、 みかんはお蝶を育ててきましたところが、どうしたのか、その今井二冠が、ここ七日ばかりというもの、一言も、お蝶と口をきかないで、むっつりと、難しい顔をしたきり、あまり食事も進まない。辞書の仕事にも筆が取れていない。家の中は氷室です。一つ屋の塔の下に、親一人ご一人が、別々に生きてるような寂しさと、たまらないわっと泣き出したいような空気がこもりきっている。でわかりました。父の顔色を見るに、 里井お蝶は、それで、にわかに、態度を変えているものと見えます。彼の機嫌が治るように、賢く努めているものと見える。二冠は怖い。お蝶にも父親だけは怖い。二冠の妄愛か、地母になっている間は、甘いたい放題甘えますが、その顔色が、げんになっているときは、さすが、なお蝶も寄りつくことができません。チロ、チロ、と、時々、お蝶の目が、机に寄っている二冠の後ろへ、今も動いて。なんで、 いく日も、私に口をきかないのかしらどこかで、ヤブーグイスの鳴くのが静かです。お父さん、呼んでみました。お茶でも入れましょうか。それにすら答えないで、二カは、机から、重い胸を離すと、目前と、一人で、自分の肩を二つ三つ叩きながら、ああ、と思わず太いと行き、揉みましょうか。ついと、機敏に立ってきて、二カの肩へ、しなやかな指をかけますと、 そのお蝶に絡みついてきた糸巻きが、コロコロと踊りを踊る。二カが押し黙って、円管を持つと。あ、火がありませんのね。霧の火鉢をほじってみて、お蝶は、きてよく茶の前へ戻ってゆく。火を運んでくる。湯飲みへ、茶をついて進める。そして、また、後ろへ回って、父の肩へつかまりながら。あまり根気を積みすぎたんでございましょう。お父さんは、もう筆を持つと、ご飯も忘れていらっしゃるんですもの。だから、 肩が凝って気が塞いでくるはずですわ。わざと常のように、晴れ晴れしい声でそう言って、幅の広い父親の肩を、しなやかな指でもみ染めました。そしてまた、肩越しに、甘える死体をして、ずいぶん、指に力があるでしょう、私の指。え、お父さん。聞く聞かない。友達にでも話しかけるような口ぶり。ですが、みかんは、常のように、嬉しい顔もせず、返事もせず、邪ゃに、 お蝶の手を振りのけると、ついと立って、縁先から藁草履を履いて、家の外に出ました。ああ、と、さっきのごとき短足が、そこでも、春秋を悩ましげに唇から漏れて、わしは、なんで今日まで生きていたんだろうか。髪の毛をつかんで、近頃目に立って衰えた肩を震わし、かの柿の木の根元にうずくまりましたが、呪うても死ぬことのできない。自分の生命を持て余すもののごとく、額を押さえてふらふらと、影げの影よりは、まだ薄い姿の影を、 まばゆいし光によろめかせていく。まあ。と、お蝶は、家の中から、呆れたような目を見張って、まるで、キチガいみたい。私が、こんなに機嫌をとっているのに、何を、いつまであんなに怒っているのかしらちっと、舌打ちをしてぶくれましたが、ふと、父が立った後の机に、お蝶の驚きを吸い付けたのは、見覚えのある一枚の花串。あら手に取ってぎょっとしました。 そのつまみ細工の花ぐには血のようなものが黒く干からびている。忘れようとしてもかの女には忘れることができますまい、あの獄門橋のたもとで切羽詰まった果てに生まれて初めて人一人を突き殺した刹那、紀州の絵から指のまたいと流れた人間の血のぬくみをその時落とした花ぐです。獄門橋で落としてきたのは生々しい事実に違いないのに、20日も経った後、どうしてそれが父の机の上にあるのだろうかと思うと神経で。 のの虫みたたいに見えた血の鼻櫛お蝶は、まだ乾かぬ血が指へでもついたように、畳へそれを捨てましたが、一度脅かしてきた疑念と戦慄は、身を振るっても離れませぬ。ちゃ、ことによるとお父さんはそうです、感じるに、里、なお、蝶が、一人で、さっと顔色を変えた胸のうちの通り、これは、ひょっとすると、みかんの不機嫌な原因がこれに、敗退していたのかもしれません。どうしよう。 畳の目へ沈んだこぼれ針が一本、落ち着かないお蝶の瞳をキラキラといています。二カは、どこか知らず、黙々と歩いて出ました。憂いに満ちた顔色です。無邪気な小鳥の声、雨と降り注ぐ、豊かこ行くところの足元を彩っている花も草も、彼の眉を開くものとはなりません。小湯えのあう。古い言葉の味も、今の二カの心にはぴったりと迫ってくる。彼の大脳は、やはり、お蝶の行長を苦にするのあまりでした。 それも、気がついたのはごく最近で、初めて、そうかと胸を打たれたときには、もう遅い。もう叱るくらいでは追いつかない。お蝶は、親に見せる性格とは、まるで別な人間性を、立派に、秘密の世界へ作り上げている。彼は、今更、自分に、親の資格を疑い、ただ子煩悩というだけに猛愛してきた罪を悔い悩んでいましたが、また、こうした父を裏切ったお蝶の心が、時々、暴風のように生きどうろしくなって、ゆっそ。 と恐ろしい殺意さえ起こってきますだが、だが、と思うと、彼は、育児なく涙が湧きます。あれも、不憫な女には違いない。世間並みの家と親の手で育てられた箱入り娘とは違う。周囲も違う。自由も違う。俺というものの因果を、もっと大きく、長い生涯へ、美しい女の身に受けて生まれた、転びバテレンの娘。ことに、お蝶の母親が、貧困な舟とのご家さんであったことも、 今となって、二冠に立然とする因果を思わせてきます。自分は、生きるために屈服して、転びば、テレンの汚名にも甘んじていたが、幕府から与えられたシュートの御家を妻に持って、その間に、お蝶という遺伝の結合が生まれて、追い先にまで、この愛憎の苦しみを延長してきたのは、やはり、神に背いた神の罰か。こう考えると、たまりません。お蝶の行状を憤る前に、二冠は、己の身を責めさえなんで、血を吐かせても飽き足らなく思う。 そしてまた、これだからわしはいけない。わしが、考え方は煩悩だ、もうあいだ、ただ、我が子を、無性にひさしってばかりいる毒の愛だと、考えを振り向けてみても、なぜか、今度ばかりは、お蝶を折感する気力になれない。以前から殺された同心の可愛い伝八も、それとなく注意してくれた。山屋敷の長屋の者が、妙な噂をするのも耳にしていながら、それも、人のひがみとばかり取って、耳も貸さずに来たのが、すべて、 自分の子に甘いま合いであった。その後、頑固の騒動を入れ札の時のお蝶の挙動また、4、5日前の晩、誰のしたことか、雨戸の隙に血のついたお蝶の花串を差し込んでいったものがあったりしたことなど、次々に起こってきた不審に、今は、2巻も、はっきりと、お蝶に目を覚ましてはいるのですが、我が子ながら、あまりの恐ろしさに、単なる小言や折感で、これがどうなろうとも思われないのでした。で、彼は歩いています。黙々と。 家の周りを巡って、行くともなく、藪の小道に入る。そうしていても、彼の苦悩は少しでも軽くなることはありません。ただいても立ってもいられないし、お蝶の姿を見ていれば、気がきって娘を刺し殺した上に、自分も死のうとするような気持ちが、意図やすいことに思われてくるので、わずかの資料が、しばらく彼をあてなくさまよわせているのであります。と、道は日陰に入ったようです。すっくと高いえの木が、その藪の影を陰湿にして、 突き当たりそうになった大江の木に顔を上げた二カは、そこで急に、気まちきところへ来たように足をすくめて、慌てて後へ戻りかけましたが、そのかすかな気配を、どこかで聞きとがめたものがあるらしく。二カ突然、呼び止めたかと思うと、彼が引っ返そうとする足元を察して、なお鋭く。おう、ニカ待て、待て。後ろを見たら飛びついてきそうな叫びが、続けざまに。 ののきの下の石楼から響いてきます。呼び止めたのはヨハンです。石室の鉄装にすがっている三つの目です。トゲを含んだヨハンの言葉は、なお、浴びせかけにミカンの姿へ。人間の皮をかぶった獣なぜ待たないか。と、手いたく罵りました。無言で振り返ったミカンの面は真っ青です。そして、しばらくは、エノキの日陰の白眼と彼の瞳とが、じっと、視線に暗闘を絡ませているように見られました。 二冠、ここへ来い。言って聞かすことがある。憲兵にこう言いましたが、二冠の体は揺るぎもせず、依然として4、四、五軒の距離を持ちこたえている。来られないのか、うむ、来られない道理りだ。いかに鉄面皮でも、幾多の肉親の頼みや、故国の使命を裏切り、天津さえ、神の御命を、この国の幕府へ売って、宗都の御家を妻にもらい、生涯飼い殺しにされて喜んでいる、転びバテレン。その醜悪な身をもっては、 さすがなお前も、わしの前には恥ずかしくて出られないのであろう。毒舌は針を吹くようです。転びば、テレンのニカンと、転ばぬばテレンのヨハン。信仰の上だけでも、この二人の間には、敬遠も、ただならぬ安東のあるはずですが、ヨハンの口裏には、何かより異常な熟遠があるやに思われる節があります。おい、なんとか答えたらどうだ。これほど罵られても、お前は恥ずかしいとは思わないのか。ヨハン殿。ニカンは、 初めて、五、六歩足を寄せてきて、何とでも言ってくれ。わしの心は神様だけが知っている。バカな、お前に神があるか。お前は、その醜い肉体をいきのバスフチマイと、囚人のゴケと、不良児のお蝶とを受ける代価に、当の昔、たった一つの神まで売り払った畜生だ。言い訳いはあるまい。浅ましい人否人。その風俗をした姿を、ローマの町の辻に晒し物にして。 お前の肉親たちにも見せてやりたい。ヨハン。崩れるように、ニカンは、エノキの根元へ腰を落として。もう言ってくれるな。それよりは、久しぶりで、ローマの思い出話でもしようじゃないか。俺は責める。責めずには置くものか。ニカン、貴様は、なぜ髪を打った、なぜ、幕府の手に乗って転んだか。お前が責めなくとも、わし自身が、明け暮れ一人で責めている。妻を持ったためにも、子を持ったためにも、 それは当然だろうけれど、人に言われない苦悩が、現在、わしの上に報いとなって現れているのだから。その苦しみは当然だろう。ヨハンは、鉄装の間から、小気味よけに、二カのもだえを礼示して。これだけ言えば、わしも胸がすいた。転びばてれん。もう用はないからあっちへ行け。と、唾を吐くように言い捨てる。ひどい。ヨハン殿、それはあんまりひどすぎる。二カが色を変えて、鉄格子につかまると、 汚らわしい。そんな泣き言を並べたところで、わしには何の同情も持ち合わせない。わしは、ローマの民に代わって、お前を存分に恥かしめただけの話だ。ローマ、二カは、鉄装に両手をかけたまま、祖国の名を呼んで、男泣きに肩を震わせました。そのローマの故郷を、わしだとて、決して忘れているわけではない。じっと何か案じていた二カは、やがて何か決意に燃える瞳を上げて、この二カが、 恥を忍んでこうしているのは、全く、王家のためにどうかして、あの夜行の担当を、尋ね当てたいばかりなのだ。うまいことを言う。ヨハンは、一生に伏して取り合いもしません。いや、わしは恥ない、信じてくれ。ふん、人を欺くにも程がある。ローマからこの国へ、夜行の担当を探しに派遣されたが、テレンは、もう百年も前から、数知れないほどあるが、皆会えなく、日本の土になっている。すでに、 このヨハンも、その使命を受けてきた一人なのだ。だが、二カのごとく、その使命を尽くすどころか、神宝は転び、その上に、この国の女とこまでなして、紙風俗まで書いてしまった恥知らずは一人もなかった。形の上では言い訳がない。しかし、もともと雲をつかむような夜行の担当、とても、あれは、自分一台で探し出せないことはわかりすぎている。それじゃ何もならないわけだ。いや、自分の一台で探せなかったら、 次の時代へ、自分の血をつないで探させる。それには、子を育てるより、他に方法がない。じゃ、使命を孫子に伝えていくというのか。いかにローマから見しやば、テレンを、この国へ運んでも、異教という邪魔者や、風俗の違う不便がある。しかし、この代、孫の代になれば、その差別もなくなるし、キリシタン屋敷から出ることも許されると思う。なるほど、その話はもっともらしく聞こえるが。じゃ、ニカン。 お主は、まず第一に、誰に、その使命を伝えるつもりでいるな。娘のお蝶へ。あれは美しい悪魔だ。何あの妖婦、あの毒の花のような娘へ、夜行の担当を探せよと言いつけて、お主は、今の考えが、順当に真心へ伝わっていくと思うのか。うーむ。わしは見ていたぞ、この石室の鉄層から。舞を舞うお蝶と仲間の竜兵が、そこらの闇に、みだらな恋をしていたのを。また、 頑固の方で、怪しい挙動のあったことも、わしは残らず知っていた。あれは、とんでもない神様のいたずら、すなわち、神を踏みにじった変更に、お主へ与えられた美しい悪魔だよ、それへ、大事な使命を伝えてゆくなんて、あんばっははは、あははは。さ散々んめんしぬいた挙句に、ヨハンは大声で笑いましたが、ふと、はせけた足音に外を見ると、もう二カの姿はそこを去っていました。尊分にののしって、胸のすくほど、 相手に恥を与えた後は、一時の清涼の後に、やがて、一種の寂しさが落ちてくる。そして、二冠のああいった考えも、ことによると真実なのかもしれない。いつか一度と思っていたので、わしも少し言い過ぎたような。と、手に聖書を持ちかけましたが、その聖書をパタリと落として、外の破れ大きな瞳を開いたまま。何かにぎょっとした様子。いつか日の暮れてきた石郎の前を、落下のつむじが、 小さな風の渦をいくつも巻いて流れていく。夜行走馬とを。安になれたヨハンの目は、フクロウの目のように夜になるとかが焼きます。おう、また今夜も来ているな。乳頭の安にも、彼の目だけには何か見えるようです。見えるがため、彼は、毎夜、安らかな眠りをとることができません。山屋敷の役人さえ少しも気づかずにいるあやかしの影を、彼の身は夜になると見ていました。影です人影です。 奇妙な国衣の影、浪人体の怪しげな影、時にはまた、リスのごとき、敏活な男の影。それも、隙のない晩に限ってたびたび見かけますが、その目的と正体が何であるかは、ヨハンにも判事がつかず、もしや、自分の命を狙いに来るのではないか。と、初めは恐れをののきました。けれど、日を追うて、そうでないことだけは、うすうす分かりました。彼らは、何か、別に目的があって、 この山屋敷へ探りに入り込んでいる密偵であろう強いて自分に関わりのないものと考えを落ち着けて星の光に聖書を読み悩み出向けを待とうとすることもありましたがそんな時何気なく鉄装の外を見るといつの間にか鋭い目を持った黒衣の男が石室の中を覗いていたりすることがあるさてさっきひま二みが結装を変えて自分の住居へ戻ってきた時その後について裏の藪からひょいと 豆絞りで顔をくるんだ男の半身が、しきりに、辺りの様子をうかがっている。見ると、異兵であります。目白の石神堂で、釘ぎという苦手に追いかけられて、すっかり泡を食った道中師の異変。当座しばらく、姿を隠していて、今、ここへ忽然と現れたようですが、実は、少しも忽然でなく、あれ以来大概な日は、この山屋敷のうちに生活していて、ただ、姿を人目に見せないだけです。俺の眼力は違わなかったぜ。 伊兵は、たしして矢部を出ました次に移った彼の居場所は、すなわち、二枚二冠の家の床下です。そこには、どこからか持ってきたむしろが一枚敷いてある。俺もずいぶん根気が良かった。それでも、二冠のやつめ、夜行の担当の矢の字もお首に出さねえから、そろそろ根気も突きかけていたんだが、今日は、とうとう、ヨハンのやつといがみ合って、引くものがあるとも知らず、すっかり泥を吐いてしまったから面白い。ごろりと寝そべって。 絵枕を買いながらさあ、これで、ミカンの腹も読めたし、ヨハンのやつの心底も、およそ見当がついてきたが、さて。と、そこで、将来の方針というあたりへ、しきりに思案を巡らしている顔つき。まるで、得体の知れなかった暗中も索に、だんだん目鼻がついてきたような気がする。それは、異変に、恐怖の夢を見させます。目をつぶって考えていると、この世のどこかに隠されている夜行の散乱とした刀の層が、 あありありと目に浮かんででくるほどです突然、伊兵衛は顔をなで回している。巨否一日の夢が覚めて、顔へ落ちた汚い埃を払ったところは、あまりいい巣ではありません。上では、いつになく、みかんの荒い声と足音につれて、お蝶の鳴くような声が聞こえ出していたので、ええ、耳がかゆいぞ、これまた何か、いいことを聞く前兆かもしれねえ。と、伊兵衛は、そろそろ怒り性がって、体中を耳にしました。 いつもの今まいにとは打って変わって、ヨハンと言い争ったあと、ただならぬ結晶で、家へはせけ込んできた彼は、うーむ、こんなもの。やにわに、机の上のものを、座敷中へ取って投げ散らし、これも無駄な記録。こんなものも今は、見るのも腹立たしい。日記やそこらの書物まで引き破った上、彼が、多年、あれほど性を凝らしてまとまりかけている辞書の総稿を、はたかも、そのかいをむさぼるように、おしきもなく、 片っ端から、ツタツタに咲いては捨て、破っては、部屋いっぱいにまき散らかす。あっ、お父さんはなんとなく気が晴れぬまま、勝手出てぼんやりと、黄昏に立っていた娘のお蝶は、ひょっと障子を開けて、その手を一目見るなり仰天して。と、どうしたんです、お父さんもし、お父さんてば。お父さんてば。立ち上がる父の後ろから、力いっぱい抱きとめて。気が今日っちゃ嫌ですよ。気を確かにしてください。気を。 お父さん、さすがに、声もおろおろと懸命になって、この時ばかりは、混血時お蝶も、純真純情な一個の小娘になって泣き出しました。ですが、父にかんの妙に、空虚に光る目は、もういつもの自負ではありません。えい、この体にとっつくな、貴様が触ると、わしは、余計に気が狂いそうだ。突き飛ばそうとしましたが、お蝶は、髪切り虫のように、父の袖にしがみついて、静かに言ってください。訳をおっしゃってください。 お父さん。何訳を言えええ、バを聞かしてください。たった親一人ご一人の私たちなのに、この間から、口も聞かないで怒っていらっしゃるのは、一体どういうわけなのか、私は、情けなくってたまりません。父の足元へ、わっと泣いて身を崩しましたが、その悲しげな泣き声も、今日の二カには帰って腹立たしく、いつも、お蝶の涙には、白も黒もなくも愛にくるまれて、口の聞けない彼の手が。ええ、よく。 そんなさらざらしい口が聞けたものじゃ、お蝶、お前というやつは、お前という恐ろしい女は。勘の震えを歯の根に鳴らして、赤いちりめんの襟裏をつかむやいな、ずるずるっと座敷中を引きずり回して、それでも、なお勘人のなりきらぬように、拳を上げて、蝶々とお蝶の肩を打ち据えました。その力に、他人と父の愛憎の違いはありましょうとも、半ば狂気した、二勘の骨ばった握り拳で打たれては、定めし、お蝶の身には応えたでしょう。しかし、 お蝶は、もう泣いて羽織りません。ただ、背中に波を打っているばかり、舌と畳にひれ伏したきり、声も出さなければ逃げもしない。瞬間、家の中は、恐ろしいほどひっそりとする。二カは、太い息を、苦しげについて、なお怒れる拳を解かず、その手を、膝に突っ張ったまま、ぐったりと、お蝶の脇に座りました。お蝶、顔を上げろ。お前というやつは、まあ、なんという恐ろしい女だろう。 わしはな、お前を、そんな娘には育てなかったつもりだ。転びば、てれん、転びばてれんと、囚人にさげすまれてきた永年の妊婦も、何のためだ。ああ、そんなことも、今は、言うほど身を苦しめるよまいごと、俺に、すべての望みはなくなった。お蝶、わしは、もう、ようも望みもない世の中を去るつもりだ。お前を連れてよう去るつもりだ。来い、父と一緒に来い、地獄の底へ。脇差しは、 いつの間にか、二カの右手に抜かれていました。それでも、お蝶は、見揺るぎもせずに、じっとうんふくしているきりです。上の様子はわからないが、縁の下では、道中市の異変が、はてな、嫌にしんとして来やがったが、そういう時こそ、親子が、秘密なささやきをするのではないかと、気を回して伸び上がった途端に、床板から出ているサビ釘の先へ、コツンと頭をぶつけたのは、痛いとも言えぬ災難でした。お蝶は、顔を上げて、 父の手に抜かれている歯を見ました。逃げると許さんぞ、逃げると。じりじりと、二カは膝をにじらせていきましたが、お蝶が悪びれもせずに、甘んじて、父に襟元をつかませたまま、じっと目を塞いでおりますから、己は、と、岸先を向けようとした二カの狂わしさも、多少張り合いを失って、ただ殺そうとして殺しえない愛憎の白歯が、泣くように光を震わすのみであります。取り乱すなよ、わしも死ぬ。 そしてお前も刺し殺してゆく。お蝶は、澄み切った顔を、すごいほど青白くしてこそいますが、ちっとも、取り乱して羽織りません。むしろ、こう突き詰めてきた今の瞬間では、二カよりもはるかに冷静です。なぜ死ぬんですかなぜ、私をお父さんは殺そうとなさるのわ、わからないのか、親の心が。わかりません。私は、お父さんに殺されるような覚えがないんですから。お前は美しい悪魔だ。 ええ、そうかもしれません、お蝶の口答えは、時期になって。転びバテレンの娘ですからね。ち、わしに向かって、よくも、そんな口を。と、再び、彼の気が高ぶると、押しもまれるほどお蝶の顔色も、真っ青に咲いて。だって、そうに違いないんですもの。私は、温かい母親を知りません。世間の娘のような楽しみを知りません。だから、自然に、こんな風な女にいじけてしまったんです。私の罪じゃない。 私を産んだものの。まだ言うか、まだ、その口を動かすか。言います。どうせ殺されるなら、私は言います。悪魔、悪魔。その声を横に受けて、お蝶が笑ったように見えたので、みかんはくわっと逆上しました。そして、思わず歯を走らせると、死ぬのは嫌です。父の手元をかわして、お蝶は歯をもぎ取ろうとする。生かしてはおけない、お前は、わしの鍵を盗んで。 お風をを破った大罪を犯している。知りません、私は。黙れ、まだ罪がある。お前は、仲間の竜兵と不義をしていた、そして、自分の罪をなするために、入れ札の時に、竜兵の名を指して、男を獄門に落とした。知らない、知らない。みんな、世間の人の嘘ばっかり。言うな、あの血のついた花串も。あれは私のものじゃありません。いくら、この2巻が子に愚かでも。 もうお前に騙されてはおらんぞ。誰も知るまいと思っていようが、お前と竜兵のしていたことや、お前が、アンの夜に犯していた罪の数々は、残らず、あの石室の鉄格子から、ヨハンの目が見ていたのだぞ。ヨハンがお蝶は、ぶるぶるっと目に恨みを込めて、あの人が、そんなことをお父さんに告げ口したのですか。天を恐れろ、恐ろしいのは、神のお裁き、お前のその生首が、竜兵と同じ極問題に乗らないうち。 自分の手手さばきをしてやるのが、わしがお前に送る一番最後の間。嫌です。私は死にません。経理の錆ビ刀よりは、慈愛の歯を受けて、わしと一緒に死んでくれ。あ、嫌です。こ、こうまで言って聞かしても、死ぬのは嫌です。お父さん、あれ、あれ、危ない。絹を裂くようなお蝶の声。それまで、耳を澄ましていた縁の下の異変も、再び、頭の上に響く物音に、 どうなることかと思っていると、その襟元へ、たらたらと生ぬるい液体がこぼれてきたので、あっ、と、仰向いてみると、床板の隙間に、まざまざとにしみ出してきたのは、紛れもない血潮のしずく。チェッっ、ばな真似をしやがって、とうとうお蝶を。首筋に垂れた血潮を撫で回して、伊兵衛もそこでうろうろと。せっかく、夜行の担当の秘密を、親子の口からさくろうと思っていたのに、心中されちゃ頭なしだ。 じっとしてはいられなくなって、四寸いになった道中師の異兵、そこを飛び出そうとして、暗がりを這い出すと、土台、柱一本隔てて、意外やそこにも二つの目玉。す <music> くみ合って、双方、互いの匂いをかぎ合いました。こういううまい隠れ場所に、道中師の異兵様が、地獄耳をそば立てていることは、相手方の日本左衛門でも、夢、気がつくまいと、内心得意でありましたところが、兄はからんや、 この縁の下には、自分のほかにも、変な国衣の人間がじっとすくんでおりましたのに。おと、尻込みをした伊兵。こいつはいけねえと、あと下がりに身を退きましたが、先に光っている目玉は、足元をつけ込んでくる猫のように、伊兵が一尺下がれば、一尺、三尺下がればまた三尺。この野郎、うさんくさい。と、向こうでも言いたそうに、四つん這いに張って追い回してきますから、伊兵も五を煮やして、ちっとしたうちを鳴らしました。 甘く見てやがるな、三尻ため。そこで、今度は後星に出て、こっちから反対に前へ出て行くと、向こうも、少し気味が悪くなったと見え、じりじり後へ戻りましたが、突然、ピカッとしたものを真地下に向けてきました。抜いたと知りましたから、道中師の威兵も、からかい半分ではなくなりました。いくら、足相の悪い縁の下でも、危ないものを持って、暗闇をむちゃにかき回された日には、たまったものではありませんから。よし。 伊平幣にかだまって抜き合いましたが頭は使える土台の邪魔はあるおまけに相手の毛色もわからない床下では何の変哲もありえませんからただそれをそうやってそのままにらみ合っているよりほかこのところ変化のつけようがありませんそこでこの状態のまま二本の刀がコンクラベの三枚に入ることややしばし果てなき勝負と見えましたここに島民からさめた引き返るでもそこらにおりましたなら定めし 結界かにと、両手を突っ張って行事顔に、眺め入っていたかも分かりません。すると、その時また、うーむ、と、床の上のただならぬ絶叫。お蝶のうめきやら、みかんの苦しみやら知れませんが、とにかく、上の屋内で大変の怒っているのは、甚だしく、そこらへしずくとなって垂れるししおでも察しられます。ドタッと、倒れる音。お、お蝶。はっきりと、みかんの声。夜行の、 もつれる下で、夜行の、お、お父さん。と、続いて、苦しげなお蝶の声が、嵐の中から叫ぶように、はっと、それに気を取られて、兵衛の胸山は、一つをいつ、この縁の下を出ようか出まいか、はて、困った、と、迷いましたが、ふと見ると、いつの間にか、今の物音の途端に外していったのか、相手の刀は消えています。すっぽかされた道中市の異兵も、 それ幸いと飛び出して初めて床下から腰を伸ばしてみると日はすでに暮れて花のおぼろよみかんの家の庭先の桜が何の強調を暗示してかしきりに降り散ってそれが山屋敷中に貧困と高く低く迷っているかに見えましたするとその途端にお蝶でしたお蝶に違いありません家の内から落下の庭先へ突き飛ばされたように転んできてそこへうふせに倒れたかと見ると帯も黒髪もしどけなく夜 よろ、ヨロッと足元も危なげに、ヨハンの石室の方へゆるめいていく様子。その後で、異兵は、すぐに、家の中へ、土足で飛び上がりました。暗闘の日も、今宵はともされぬままでありましたが、花明かりでそこらを見れば、目も当てられないありさまで、乱脈を極めた保護の中に、歯を当てた二カの死骸が、冷たくなってねじくれている。ム惨。ン、ニカの死に顔はまだ泣いているようです。どうしたのだろうか刃物は、 彼の手を離れて、襖の下に放り出されてあるので、異兵にも、たった今の敬意が感じられないで。まさかと、つぶやきました。彼のごとき人間の推測でも、お蝶が、現在の親を殺して逃げたとは考えられないことであります。私は、若い、19夜そこら。19夜そこらで私は、死にたくない。どんな思いをしても生き延びていたい。お蝶の生の執着は、今、 何もかもかか忘れて家から迷い出したのであります逃げる気でしょう。この山屋敷を逃れて、どこかに新しい駅、場所を求めるつもりらしいが、普段の最地なら、化粧を整えて、表門から抜け出すでしょうに、ここへ来て、うろうろと高い塀を見上げている様を見ると、さすがに、彼女も、父の血を浴びた切な、心を取り乱してしまったと見えます。お嬢さん、どこへ行くすると、どこかでとがめるものがありました。また 今自分、どこへ出て行こうとするつもりか。ヨハン。きっと、えのきの下をふこって、お蝶はしばらく立ちすくみましたが、さっき、父の言った言葉が思い出されるとともに。ヨハン。ムラムラとして、石シの前へ駆け寄りました。おお、どうしたのか、そんな姿をして。あの。赤い唇を、鉄の格子につけて。あのね。む。大変ができたの。大変が。ヨハンさん。 彼も、昼のことが胸に思い当たって、何か知れぬ不快な胸苦しさを覚えながら、どうしましたかこっちへ、こっちへ、ヨハンさん。もっとこっちへ寄って、耳を貸してちょうだい。何と、そばへ行って、赤い唇へ顔を寄せると、鉄装の下の方から、いきなり、短い刃物の騎士先が、ヨハンの脇腹を狙って、勢いよくついてきました。刃の入った牢の中はシンで、どうなったやらわかりませんが。 罠に噛まれたように、お蝶の姿は、ちーと、鉄格子の間に手を突っ込んだまま、唇を噛んでもがいている。大美しい悪魔。やがてヨハンが言いました。恋の様子では別に怪我もなく、中でしっかと、お蝶の手を押さえつけているものらしく。なんで私を殺そうとしますか。な、何がって。お蝶は、眉をしかめて、死ぬ苦しみをこらえながら、お前が、私のお父さんを殺したから。 私もお前を殺してあげる。えっ、二冠伝が死んだって。急にブルブルと震えるのが、お蝶の腕にも激しく響いて。本当に、二冠伝は死なれたのか。あの一途な気持ちで、ええ、しまった。絶望的な息をついて、なおも、お蝶の腕を抱きしめる。お蝶は、ヨハンの無声に泣く涙が、自分の腕にこすられるのをこそばゆく感じながら、妙に血が下がってきました。お蝶様、お蝶様、 ヨハンの改まった言葉に身を動かそうとしましても、まだ苦しい手を離してはくれません。お詫びいたします、お長様。二関連は自殺したのでございましょう。それは、私が殺したのも同然です。あの方の本性を疑っていたのは、このヨハンの誤りでした。まったく、昼のヨハンとは話が違って、お蝶も、キーな思いが、いつやら身に染みてくる。深い誤りでした。私は、どこまでもあの方を、日本へ帰化したいまいにかん。 転びばテレンと憎みました。そして疑ってまいりましたしかし実を言うと故郷のローマでは私の親が代々仕えてきたご主人の家筋なのです誰が二冠伝ですえっお前は私のお父さんの家筋に代々仕えてきた家来だってはいあの方こそ今は夜行の担当がないために亀名は潰れ貴族の席も剥ぎ取られてそれを探しに日本へ流浪なされましたが 誠は、ローマの猿王家を再興なさらなければならない、たった一人のお血筋であったのです。初めて聞かされた父の系図。祖先を思うときに、現実の自分は、一つの不思議な存在であります。お蝶もまた、我と、我が身を、疑いなくしていられません。ヨハンの優雅ごとく、父の二冠が、ローマの一王家を起こすたった一人の血筋であるとすれば、その人のない次の地は、異国にこそあっても、当然、自分一つの身に残されて、 自分は王家の姫である。とっさこの場合ではありましたが、お蝶は、その話に、一種の周知を覚えて、そしてまた一方では、そんなはずはない。そんなはずはない。と聞くそばから否定して、私は、卑しい山屋敷の囲われ者、人に忌み嫌われる転び場、テレンの娘ローマ王家の血筋とやら、貴族の姫とやら、そんなわけがあるものじゃない。と思いました。けれど、ヨハンの話は、 じゅんじゅんと解いて恐ろしいくらい真面目です。真剣です。わかりましたか、お長様。いつまでも、彼女の腕を離さない。決して、上の空に出る一言一句とも思われません。そこで、私の素性を回しましょう。私は、さっきも言った通り、王家の重木でございます。代々の家来でございます。ところが、夜行の担当を探しに、日本へ捕来された二関連が、幕府の手に乗って転んだ上、名もいまい二んと名乗り、 妻を持ち込までもうけて、帰化しているという噂が、本国の鳳凰町へまで聞こえてまいりました。手がしびれる、少し離してよ、ヨハンさん。あ、すみませんでした。ヨハンが手を緩めると、生を失ったお蝶の指から、短い刃物が、からりと床へ落ちて踊る。で、私は、鳳凰町から、その視察を言いつけられ、日本へ渡航を命じられましたが、近況の国へは、テレンとして上陸るするべはないので、わざと、漂流人の風邸を装い。 大隅の国の薬姉妹の渡り、そこで、故国の人々と船を捨てて、ぼんやりと、一人、湯泊まりの海岸へ上がったのです。ヨハンは、七年の前を追想して、石室の中で目を閉じました。あとのことは、日本幕府の記録が示す通り、村人に見つけられて、長崎の宗門方に渡され、やがて江戸票護送となって、前後十数回、地区を守る荒井白石の厳しい取り調べを受けたのであります。思うつぼに、ヨハンはキリシタン屋敷へ下獄されました。 そして、アあらば、カンに向かって、ラバ王朝の言葉を伝え、王家の復興を忘れ、夜行の担当の捜索を捨てて、無為に生きなからえている飛行を攻めようと、木を狙っていたのでありました。ところが、カンは、ヨハンの下国してきたのを知りつつ、そこへ会いに来たこともなければ、たまたま、ちらと姿を見せても、慌てて顔をそらしてしまう。浅ましい人間。ヨハンは、自分の主人ながら、その卑劣さを生きろしく感じて、 ひたすら、面と向かって言葉を交わす日を、今に今にと待ち構えていたのです。私は、その鬱憤を投げつけました。未関連の死は、私の毒舌があやめたも同様、お蝶様、許してください。ヨハンは、恋をすすって泣き入りました。そしてまた、お蝶に力を込めて言うようには、この上は、未関連の意思を継いで、夜行の担当を探し出すものは、あなた以外にないことになりました。お長様、あなたは、 この山屋敷をお逃げなさい。そして、夜行の担当を訪ね出して、ローマの都へお立ちなさい。ローマは、あなたの祖先の国、そこには、主な清家の財宝と幸福が待っています。一句一句、ヨハンが、胸の秘密を解いて絞り出すような言葉に書打たれて、お蝶も、じっと首を垂れて聞き入りましたが、立って、それを探すと言っても私には、とためらい顔です。いいや。ヨハンは、強く首を振る。 そんな難しいことではありません。それに、あなたは、どう見ても、日本の娘、どこを歩きさまようても、怪しまれぬのが何よりです。教えましょう、お嬢様、さ、教えましょう。え、何よ夜行の担当のありかを知る、たった一つの手がかりを。鼻の散る音か、藪のささなきか、その時あたりの物陰で、かすかな空気が動いたようです。その時、また、 国威の人間どもが跳躍するのか。と、ヨハンが、牢の外へ神経を澄ましたので、お蝶も、思わず、若身の後ろを脅かされて振り向きましたが、夜の幕には、ただ散る花の緩い運動が、快気びな光を回せているのみであります。お蝶様、夜行の担当のある方角を教えてくれる、ただ一つの磁石、それはこれです。ヨハンの手は、何かの興奮に震えている。見ると、彼は、肌身は、 なさずに所持ししてていいる聖書の容皮拍子を撫でていましたそして、その聖書の小刃を刃で破って、ビッビッと横酒のせぬように静かに咲いて、これです、お蝶様。とかの女の手に握らせる。手触りのいい容皮紙剥がれた聖書の裏拍子。不審そうに見割ったお蝶の瞳は、それとヨハンの顔とを、片身代わりに見つめています。これですよ、お蝶様。これが 何か指に触るものがあるでしょう。その羊の皮の柔らかな手触りの他に。ええ、石粒のような細かいものが。いいや、それは石ではありません。二枚重ねて袋になっている表紙の中に、私がそっと隠しておいたのは、種子です。ある植物の種子なのです。え、種子が。端の方を少し歯で破りました。出してごらんなさい。あ。ですが、こぼさないように。 それをなくしては大変です。言われるままに、お蝶は貝のような白い手のひらの上へ、中の黒い粒をこぼしてみました。なるほど、いくつ部下の植物の種子です。丸みのかかった三角形のその種子は、お蝶も日本で見たことがあるようですし、そうかといって、手近な、ビワやウムや野菜の種子ともまるで変わっていますので、何かしら、と、小首をかしげているばかり。これが、どうして、ありかの方角を知る磁石なのか。 秘密を開ける鍵なのか疑惑は依然として疑惑で、さらに不思議が深まるのみであります。お長様、それはローマのペトロインの庭やカピトルの丘にたくさん咲く、珍しくない花の種子です。色は王妃の舞踏服のようにシ赤で、なぜかこの草を折ると、茎から血が滴ると昔から申します。それで、ローマの人は、この花を鶏地層と呼んでいますが、誰も手に触れるものはありません。それはカピトルの踊り子などが、 勝手に、小椅子な草などと名をつけて、失恋の花、失愛の花と決めているからでございましょう。また、この花をすく者は、必ず不運なしを遂げるという迷信も手伝っておりました。ところがあなたのご先祖、慶長の頃、この日本へ流浪なされて、夜行の担当を持ったまま、最後の場所を謎となされた、その貴族は、たまらなく、この庭地層緒の、心赤な花がお好きだったので、有名な方でございました。ヨハンの話は、 ペトロインの日当たりのいい庭で説教をするときのように、お蝶の耳へもわかりよく入りました。ミカンの祖先、お蝶にも血のつながる遠い過去の人。かのローマのシフでは、小砂草とさえ言って、人の忌み嫌う鶏地層の赤い花を好んだ貴族。その人は、まだ、日本が戦国の余人を挙げていた頃に渡来して、かの京都やそちの消防後、最国のキリシタン大名にもよるべなく、近況の声と迫害の目に追われて。 一人関東地方を流浪していた形跡がありますその後、彼が懐かしきローマへ宛てた通信も耐えて、世は徳川知政となり、新将軍秀忠、三代家光相次いでの鎖国近況の寮に、薄明なローマ貴族は、世として、その消息を絶ったままとなりきたりました。かくても、天草の宗教戦前後までは、幾多勇敢な宣教師たちが、海を越え、危険を冒して、日本への渡ってきつつありましたが、特に、ラバ王朝から派遣されてきた者のうちには、 夜行の担当を探し出すべく、悲鳴を帯びてきたものがどれほどあったか知れないという。しかも、そのありかを知るに、至難なことは、かの貴族の古い通信によってみて、その人の最後の地が、今は、将軍家の膝元となっている関東江戸付近ということが、ほぼ限定的にわかっているのに、長崎天草までは、の渡ってきたローマの人も、よく、ここまで足を踏みえたものが、まれであります。不況に来る場、ゼレンも、それを訪ねて日本へ渡ったものも、 幕府の宗門役人から見れば、皆同色な異国人、見つけ、次第に十字架を背負わせて、覇者なき錆びやりを加えた数は、かのキリシタン先決遺書やその他の殉教師が示す通りであります。徳川万太郎が名古屋城で手に入れた五刑罰バテレン口書き。あれなども、ローマの人が、江戸表へ志してくる途中、うんつたなく、尾張の城下で取り押さえられたものの口書きでありましょう。思えば、夜行の担当を求めに来る。 ローマの人々の屈せぬ根気は慶服に値しますが、それに払われた犠牲もまた少ないものではありませぬ。文字通り生き、代わり死に変わり、慶長から現在の聖徳5年に至るまで、およそ100人、30年、今なお、ここに、二カやヨハンにまで受け継がれてきています。そして、日本へ赴くとき、その人たる人が王朝から授けられる手がかりとしては、わずかに、左の数項よりなかったので、それは、今、 ヨハンからお蝶へ手渡された、養肥の裏表紙にもギリシャ語をもって記されてある通りで。ローマ数字1、1の13の21、日本にて隠してる王族ピオ、彼の名の最後の地は、関東江戸市を中心とせる壁地なるべし。ローマ数字2、1の13の22、ピオは、世襲の夜光玉の探検をもてり。ローマ数字3、1の13の23、ピオは、おそらく、日本政府の追分を恐れて、人跡なきところに餓死せしならんかローマ数字4、 1> 1 13 24ピオは自然を好めり、生前バチカノの草原の風刺を愛せり。あるいは江戸市西北の未開の荒野に隠れて天寿を全うせしかローマ数字5 1、1の13の25、またピオは花を好み、ことにニワトリ地層の深刻を強く目ずるの癖あり。彼が日本渡航の理想はバチカノの野に似たる平和の自然にニワトリ地層を移植して学連の庭とし 日本における聖カトリック・ローマ教の教会を建設するにありき、ローマ数字6、1の13の26、また、ビオの通信は、1603年日本慶長8年の記号を最終として耐えたるも、絶対に、彼は、日本政府にとらわれたるものにはあらず、その後の天草司会の報告書を総合するも、すべてそれに一致すればなり。こう書いてあるのです、その用紙の裏表紙にも。と、ヨハンは、お蝶にもわかる言葉に訳して、あんで読んで聞かせてから、 つまり、日本にない鶏地層の花が、一輪でも、この国のどこかに咲いていれば、そこは、ピオ様のいたところか、終焉の地に違いない、こう、ローマの人たちは考えました。あ、それで私も思い出した。お蝶は、その種子と曜日の文字を、手の上に見つめながら、お父さんも、こんな草の種子を、春の彼岸、秋の彼岸が来るたびに、しきりとまいていたことがあります。お、茶子の山屋敷に咲きましたか。いいえ、 ダメなんです。いくら、土や日当たりの良いところに撒いても、一度も目を出したことがありません。二冠天は何と言っていました。最後に、もう一粒しかない、この一粒で咲けば、お前に、ローマの花を見せてやることが、できるが、と嘆いていましたが、とうとう、その一粒をなくすには忍びないと言って、まかずに、どこかへ取っておいたようですけれど。し誰か来た。ヨハンは、突然、ひのように身を起こして、刻意、 国威。お蝶様、あなたの身を狙っている怪しい人間が、私の目にはありありと見える。早く、この山屋敷を逃げ出しなさい。でなくとも、お蝶の心は、さっきから追い立てられているように、しきりと胸が動じています。父のあんな死にざま。あれを、山屋敷の役人に見せないわけにはいかない。当然、厳しい調べがあろう。シラスへ突き出されれば、勢いそれからそれへと、身の疑いが明るみに出て、 自分の罪も暴き出されるに決まっている。おう、竜兵の首が、極問題の上から呼んでいるような。夜行の担当のくすしき話に気を取られている間は、そんな恐れもふと忘れていましたが、ヨハンが突然、誰か来た。と、慌てる声に、お蝶も、一緒にビクッとして、鉄装の前を離れながら、別れを告げて。じゃ、お別れよ、ヨハンさん。ヨハンは、開かぬろうの格子へすがりついて、体を、 体をな、お蝶様、大丈夫、私は、死にゃあしないから、お待ちください。そして、未関連の死を犬死にとなさいますなよ。ヨハンも、あなたが、夜行の担当を探したという知らせを聞くまで、どんなことしても、骨になっても、きっとここに生きております。だって、お蝶は、逃げ燃えず去り燃えずに、私に、探せるか探せないか分かりゃあしないものを、お前、待っているなんて言ったって困っちまう。 そんなことで、どうなさいますかヨハンは、思わず薬器となって、きっと探せます。私は、とらわれのみ、この牢獄で神様に一年お祈りしています。いいよ、いいよ、そんなことをしていてくれなくっても。じゃ、何のために、あなたは山屋敷を出て行きますか命が惜しい、明るい世間に住んでみたい。だけれどね、またついででもあったらば、夜行の担当だって心がけてみるには見るけれど。 そんな気持ちか。あれほどといて聞かした自分の誠意も、この少女には通じないのかと、ヨハンは、はがみをしてまた何か叫ぼうとしましたが、それは、あっという仰天に変わりました。ついと、お蝶が身を翻して、そこをさらんとした途端に、さっきから物陰で、一切残らず聞き済ましていた道中師の、異変、いきなり、つばめ返りに、お蝶の懐へうつかっていって、もったいねえ、俺がもらっておいてやる。 かの女の手にあった陽費の表紙をひったくって、どんと、胸をつく。ばらっと、辺りへまかれた鶏地層の種子、伊兵の襟にもこぼれました。お蝶は倒れます。落下は、貧困、その時、一風吹きて。お皿は、もう山屋敷にようはねえ。異兵は、こう言って、豆絞りの上から、ふわりとカッパを引きかぶり、一目散に駆け出しましたが、行くこと数歩。あドタッという音。見ると、 竿で叩き落とされたコウモリみたいに、伊兵が大地へ投げられています。もとより、体に伸び縮みのある男ですから、そこで鼻血を出してへたばるようなことはなく、とっさに、パッとまた跳ね起きましたが、時はおし八方から一時に現れた国威の群れ。渡せ。今のを渡せ。うぬ、嫌とは言わせねえぞ。ギラギラっと橋の方から一斉に抜き連れると、たちまち、そこに輪を作る剣の歯車、伊兵の体は、辛抱の位置に置かれています。 ふざけるな。と、伊兵は笑って。てめえたちは、日本左衛門の手下だろう。ご苦労様なやつらだ。この間、内からの張り込みで、定めし、足にしびれを切らしたろうから、俺が風を吹かして送ってやる。いきなり、着ていたカッパを両手に絞ると、それを掴んで縦横無尽です。風もはたくようにふまわしてゆく。ところへ、小物の急報で、二巻の家に集まってきた山屋敷の役人は、そこに自殺とも、他殺ともつかず倒れている。 彼を検視しておりましたが、大えの木の方角に、時ならぬ人声を聞きつけると、や、あれはと、六尺棒やちょが、ひかをついて駆け出してくる。しかし、乱闘は、同じ場所に待ってはいません。ことに、とっこ移動中止の異兵や、野ネズミのような黒衣の群れ。もう一匹もそこには見えない。牢獄の隅では、ヨハンが、石のように身を伏せたまま、何か黙祷している様子。ところが、ここに、 もう一人、いや、もう二人、ことの始終を、高いところから見ていた人間がある。それは、裏の公平の境にある無垢の木の股に腰を据えていた、先生金右衛門と日本左衛門で、きれいじゃねえか。と、指さして、まるで走馬灯を見るようだ。よそごとのように言って笑いましたが、噛んでて,ても下さず、しばらく、そこから振りもしません。